ソウル連合ニュース韓国ガールズグループニュージーンズニュージーンズのメンバーが2日グループのプロデュースを手掛けるミン・ヒン氏が先月27日に所属事務所アドアアドアの代表取締役を解任されてから初めて心境を吐露した芸能関係者によるとメンバーのダニエルは同日ファン向けコミュニティアプリホニングでミン代表が解任され いろいろと大変で悩むことが多くなりました。として、しばらくの間メンタル崩壊状態でした。とても不安でしたと綴った。また、いつも明るく幸せな姿だけをバニーズ、ニュージーンズのファンに見せたかったですと無念さをにじませた。忍児もこの日、今日はこんなことがありました。あんなことがありましたと話したかったのですが、それができなくなってもう一週間ほどになりました。としながら、 心配し、慰めてくれるたくさんのバニーズに大丈夫だと言っていたわってあげたかったのですが、今回は自信がありませんと書き込んだ。続けて、私たちの良いことだけ話そうとしても時間が足りないのに、なぜこんな不必要な苦労をしなければならないのか、とても申し訳なく、何も解決できない自分がとても歯がゆかったですとし、これを書いている今も昨日と同じように私にできることはなく、 きちんと解決されたことは一つもありませんと明かした。ハニは、ニュージーンズの公式 SNS、交流サイト、2ギターを持って自作曲を歌う約3分の動画を投稿した。アドアは民氏が同社の社内取締役として残り、ニュージーンズのプロデュースを続けると発表したが、同氏は自らに不利な条項が含まれているとしてプロデュース業務委任契約書への署名を拒否している。 双方の対立は、ニュージーンズのミュージックビデオ、ミュージックビデオが掲載されている外部 SNS をめぐる場外乱闘へと拡大している。ニュージーンズの OMG、ETA、LIT などのメガボルトを制作したクリエイティブスタジオ、イルカ誘拐団の新宇足監督は、自身の SNS でアドアからの削除要求により、 これまでにイルカ誘拐団が作業したニュージーンズのメガボルトと関連映像やチャンネル、今後アップロード予定だった映像は全て公開できなくなりましたと伝えた。また、ニュージーンズの世界観を表現する非公式アカウント、バンヒスの YouTube チャンネルからも関連コンテンツが削除された。紳士は、イルカ誘拐団とバンヒスの YouTube チャンネルは作品のアーカイブを目的として運営しており、収益は発生しないとして、 今日をもってイルカユー会団とアドアの協業は不可能になりましたと不快感を示した。これに対しアドアは削除を要請したコンテンツは広告主との協議なしに無断で掲載されたものであり、アーティストの権利を守るためだと反論。すべてのコンテンツについて削除やアップロード中止を要求した事実はないとして、 シン・ウジ側がニュージーンズ関連の映像すべての削除を要求されたと虚偽の主張を留付していると強調した。